日曜日になりますと一部晴れるところがありそうです。気温は各地高く、新潟や札幌などでも気温が高くなります。雪崩や落雪にはご注意ください。では明日の天気です。広く晴れるでしょう。九州では昼頃から南部を中心に雨のところがあるでしょう。沖縄も雨です。予想最低気温です。九州から関東「
されたと男性から通報がありました。近くに住む47歳の会社員で自転車を走行中突然襲われたということで、腕など数箇所に刃物で切られたような跡があり、意識はあるものの重傷です。男性は搬送されるとき男に刺されたと話しており、血だらけで一人でいる様子を別の男性に目撃されていました。現場は阪急神戸線の園田駅からおよそ1キロ離れたところにある閑静な住宅街で、そこから交番まではおよそ10分ほどの道のりです。現場に急行した警察官の話では、